高橋師匠の新しい弟子としてデビューさせていただきます。応援のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。このデビュー曲銀次郎旅ガラスはこの今持っていますけど尺八を吹きながら歌うという新スタイルで、またとても明るく元気なまたため演歌になっていますので、とてもどんな形でも親しみやすい歌になっていますので、ぜひご予約いただいた本当にありがとうございます。たくさんの方に聴いていただいて、また歌ってもうカラオケで昨日から歌えるようになっていますので、ぜひ歌っていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。それではデビュー曲銀次郎旅ガラスお聴きください。空風道中という歌を歌わせていただくんですけれども、これはとても今の、銀次郎旅ガラスとはちょっと違いまして、こう今までのまた旅演歌っぽくちょっと王道の感じで作られていますので、これまたぜひいろんな方に聴いていただいて歌っていただけると嬉しいなと思います。それでは空風道中お聴きください。はですね、これ伊豆の方で撮影させていただいたんですけれども、とても綺麗な海とか滝の前で撮らさせていただいたんですけども、こう映像になってみたらとても綺麗なんですけど、撮影した時とっぷに大変で、この海の岩場でこの熱い草履を履きながら立ったものですから、本当はこの銀次郎旅ガラスの2番に空で瞬く北斗星という歌詞があって、こう空を仰ぎながらこうやった時にこう倒れそうになったりしながらこう撮影したんですけども、とても素晴らしい映像になっていて、こう今 YouTube でこれ見れるんですけども、なんとこの再生回数がまだデビュー前ですけども、2万回を超える再生回数をいただきましてありがとうございます。ぜひそちらの方ももしスマートフォンで見れましたら、ぜひご覧の方よろしくお願い申し上げます。次は細川師匠の代表曲を歌わせていただこうかなと思うんですけども、細川師匠からこの歌を歌う時のポイントとして、歌をこううまく歌うのはもちろん、師匠の俺を見習って歌詞を間違えないように歌いなさいということで指導いただきましたので、一つ歌詞を間違えないようにしながら細川師匠の代表曲佐渡の恋歌をお聴きくださいなと思うんですけれども、実は、5歳の時から民謡を始めまして、その民謡をやってその伴奏の三味線がすごく好きで、僕も三味線をやりたいなと思って、小学校の1年生の時に三味線を習い始めまして、それから何年かしてから、うちの父が最初民謡関係のことを一切やっていなかったので、何か僕と一緒にできることがないかなということで、この尺八を習い始めたのを僕がこう習っているところを盗み見して独学で覚えたんですけども、そんな中でこう三味線を細川師匠に聞いていただいたら、いや三味線より尺八の方がうまいんじゃないかということで、尺八をデビュー曲で使おうということになりました。でこう次の曲は北島三郎さんの風雪流れ旅を津軽三味線の立ち弾きをさせていただきながら歌わせていただきたいんですけれども、ちょっと少し準備をさせていただきます。歌おうかなというふうに考えていたらですね、やっぱりまだ発売前でございますから、やっぱりデビュー曲の銀次郎旅ガラスをお聴きいただいて最後にお別れをしようかなと思います。6月26日の発売なんですけども、インターネットの、レコードとかですね、そういうなんていうんですか、はい、配信されているところではもう先行配信でもう全部空風道中も、銀次郎旅ガラスも聴けるようになっていますので、ぜひそちらの方もご購入いただいて、いただける方はご購入いただいて、また CD はまだ予約いただけますので、そちらの方もぜひよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。それでは最後に僕のデビュー曲銀次郎旅ガラスをお聴きいただいてお別れといたします。ありがとうございました。